はい、マリアナスプロジャパン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、今日は久しぶりに、この駒沢公園体育館、来ました。どうでしたか、スロース。そうですね、なんかこのもう会場全体の雰囲気といいますか、この装飾がマリアナスのこの装飾がいっぱいで、もうすごいなんか海外に来たような感じでしたね。まあ、それは言い過ぎだと思いますがけどね、スタッフとかがやっぱグアムの人がいたり、そのグアム政府観光局の方がいたり、あとまあグアムにあのゆかりがある、山本美優さんがいたりっていうので、ちょっとやっぱそれはあの普通の大会とは違いましたね。違いました。はい、で今日はね、1番マットを、スロースが撮影担当、はい、であとそれを、配信でやりました。はい、で配信見てくれた人もいるんでしょうか。結構ね、だからその今回あの黒帯の方で結構注目カードがいくつかあったので、そこら辺がちょっと良かったですよね。スロースはどこら辺の試合が良かったですか。やっぱりその黒帯の、無差別級がすごい白熱してたと思います。ね、無差別決勝戦の、トーマス対グラント、あとはね、やっぱりフェザー級、大谷啓太は山中健也ということで、ここら辺が見どころだったと思います。であとあのマスターの黒帯の、無差別級とか、そこら辺を、一番マットでやったんですけども、無差別級、マスター1の黒帯無差別はなんとホジェル・クリストが一本勝ち。ホジェル・クリストマスター3とか4でしょう。それでマスター1に出ても一本勝ちで優勝、これはすごいなと思いました。であとはその無差別級は、トーマス・ミスター、グラント・ボグダノフで、過去にね KIT で試合やって、その時にはトーマスが勝ったんだけど、今回はテイクダウンしたグラントが 2-0 で勝ち。であとはその大柳対、山中、これがね、サドンデスの、もうすごい死闘を繰り広げて、山中健也にペナルティが入って大柳圭と優勝、はい、という感じで、ここら辺がすごい見どころあったと思います。はい、スロースどうでしたか。そうですね、やっぱり日本に住んでいる選手が結構活躍してたのが印象的でしたね。結構海外から強そうな選手がいっぱいいたんですけども、そ う,、はい、そう、はい、確かにそうなんですよ。はい、今回グアムだったり韓国だったり中国だったりっていう人たち来てたんですけど、やっぱり日本の選手たちが勝ってたなっていうところがありましたね。はい、であとね、マスター1の黒帯の決勝戦に出た方は、中国の方でしたね。やっぱ中国から来て、なんか高村さんに勝って決勝戦進出。はい、でまあ決勝戦はねホジェル・クリストにやられちゃったけど、決勝戦に上がってきたっていうのは、それもやっぱアジアの、黒帯たちがすごい伸びてきてるっていうのはちょっと感じましたね。はい、そうですね、やっぱなんか結構体もそんなに大きくなくて、結構なんか重量級じゃない選手が結構活躍してたのも印象的だったと思います。はい、はい、あとね、女子もね黒帯の無差別で、ワンマッチ、フェルナンド・クリスト一本勝ちで優勝。はい、であと茶帯ですね、アダルト女子茶帯の、オープンクラス、岸田香音が優勝。そして、フェザー級、本来はねルースター級の山田かなえなんですが、それも、一本勝ちで優勝。で女子のそこら辺の茶帯の人たちもやっぱ海外からの来た選手を全部一本で勝って優勝、ここら辺もすごかったと思います。どうでしたか。そうですね、結構割と早い段階で一本取れてる試合が多かったので、すごい見ていて面白かったですね。はい、はい、それではフェルナンド・クリストの、優勝のコメントを見てください。ボックス BJJ 所属のフェルナンド・クリストです。今日は東京でマリアヌスプロの、大会に出て、まあ、今日はオープンクラスだけで1試合やって一本勝ちで勝つことが良かったなと思います。で、まあ、練習でやってた決め技を使えてて本当に嬉しかったです。で今度は、グアムでマリアナズオープン出ますので、皆さん応援お願いします。おす。はい、じゃあ続きまして、岸田香音選手、女子のアダルト茶帯オープンクラス優勝、岸田香音選手のコメントです。ラテルジム所属の岸田香音です。今年初めての試合で、久しぶりの、海外選手との試合でちょっと緊張したんですけど、無事に一本勝ちできることできてよかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ続きまして、女子アダルト、茶帯フェザー級優勝、山田かなえ選手のコメントです。イグルー所属の山田かなえです。今回は2階級を上げて試合に臨みました。普段はルースター級なんですけど、2階級上でもしっかり勝つことが目標なので、今回一本勝ちできてよかったです。は
はい、ということでね、女子の人たちも非常に活躍しました。ここら辺、スロースどう見てますか。はい、そうです、やっぱりその注目されている選手が期待通りに勝っているのがなんかやっぱりスター性があってすごいなと思いました。はい、はい、まあ、非常に良、ね、かったです。あとね、ま、あのマット2の方でもね、はマット2の方はあのアダルトの茶帯があって、無差別級は、決勝戦を、マイケル・オウラとエリック・メネギンがクローズアウトで、じゃんけんして勝ったエリックが優勝で、あとはあの階級別はミドル級で、マイケルが勝って、でライトフェザー級は、ね、エリックとその斉藤翔がやって、サドンデスで、斉藤翔が勝ちけど、その斉藤翔にあの無差別でリベンジしたエリックみたいな感じで、あとは、ね、ライト級で、トミー優勝みたいな感じで、そこら辺はちょっと妥当な感じでしたかね。そうですね、チャオビの試合はあまり見れなかったんですけども、なんかすごい強い選手が今日はなんかたくさん出てて、なんか層が厚いなと思いました。チャオビの層が厚いな。あの今回はね、そのグラントだったりイグルーの選手たちだってやっぱ駒沢オリンピック公園体育館ということで、駒沢大学がね最寄り駅のアルマファイトジム、ライフのグラント・ボグダノフ、あと、イグルーの人たちの活躍がすごい目立ったと思いますね。そこら辺がね非常に今回の、ハイライトだかなと思っております。で明日は明日で東京スプリング、そちらの方もね結構今日以上に試合出てるみたいなんで、そちらの方もねバッチリとお伝えできればいいなと思っております。一応配信の方もねやるつもりになってますので、そちらの方もお楽しみにしてください。そうですね、明日も楽しみですね。はい、ということで駒沢オリンピック公園体育館から、お送りしました。お疲れ様でした。どうぞ。